はい、こんにちは。9月の9日月曜日の日替わり竹部でございます。本日、日経 CNBC のアクロスザマーケットに出させていただいたんですが、朝方の東京市場、東京五輪の招致が叶ったというところで非常に喜ばしい形で、マーケット、海外勢を中心としたという言い方していいんでしょうかね。ドル円相場においては株式市場の動向の二次的な作用を受けるというものをちょっと先取りした形になったかと思います。ドル円相場ぐっと上昇性を強めて1ドル100円水準まで上昇性を高めたと。ただし8時50分のですね、本邦 GDP、 そして貿易収支が不調だったということで、ちょっと1ドル100円以上突破というところは非常に難しくなりました。ノッキング状態となりまして、現況も99円台の、後半60銭70銭水準を推移しているというような状況でございます。さて、そういった状況の中でですね、やっぱり一番の大きなポイントは先週の米国の雇用統計、そして、週末非常に喜ばしき、東京五輪、2020年の東京五輪の動き、これは開催せ、誘致成功となったわけでございますけれども、それに合わせて、ドル円の心理状態、売買心理がどういうような形で推移したのかというのをところで、今回はこちらをご覧になっていただけますでしょうか。東京五輪にかけたドル円心理と、要は先週末でございますが、米国の雇用統計が不振だった、そして東京五輪の誘致、製品に関しては非常に不利だよねというような報道が強かったわけでございますが、結果としては回避率がぐっと上がったというところでございます。これ結論からするとリスクを取ったという言い方になりますでしょうか。もしくは98円台半ばぐらいが、下値目処というところで逆張り姿勢を強めたのかなというところかと思います。今後の行方としては1ドル100円を100円水準を改めて突破していくことができるのかどうかというところが大きなポイントかと思いますが、いずれにしても勝てば官軍という言い方はちょっとよ、正しいのか正しくないのかよくわかりませんが、いずれにしても週明けというような形では利益確定組が FX 市場からもかなり出てきたのかなというふうにして考えております。そういった意味での観測を今ご案内させていただきましたのは、東京金融取引所を通じての岡三オンライン証券の皆様方の回避率でございますけれども、東京金融取引所こちらの方でもですね、以前ちょっとご案内させていただきました、取扱業者、銀行さんも含めて18社ございますが、そういったところ全体での回避率もつい先だってまではぐーっと 76% 割れ水準まで下がったところでございましたけれども、そこからまた持ち直して買っているというところで、 FX 市場全般でのユーザー投資家の皆様方、99円の割れあたりは一旦の下値目処というふうにして意識なされているのかなというところが、直近のドル円売買における市場心理かと思われます。もちろんですね、東京五輪、誘致にぐっと勝負かけたという方々もいらっしゃるかとは思いますが、いずれにしてもこの辺の下値加減を見て、では今後改めてどの辺を上値加減として市場心理、市場参加者の皆様方が、遂行しているのか、この辺をですね、注意深く、分析してみたいかと、分析して皆様方にもご案内させていただこうかと思います。以上、9月の9日月曜日の日替わり竹部でございました。